高台のうちのパピヨンは足し算ができるそうだ。芝生の緑がまぶしいうちのラブラドールレトリバーはキャッチボールがうまいそうだ。そしてこの俺、豆太郎はダッシュで無下退職。だけど俺には恋人の花子ちゃんがいる。季節は春、桜は綺麗だし、そして眩しい花子ちゃんの笑顔。豆太郎さん、この木、この木はなんとメロンパンのなる木なんです。メロンパンのなる木。昨日花子はお散歩中、なぜかここでデジャブを感じ、なぜか掘らなければいけない気分になったのです。すると、なんとメロンパンがザックザック。花子はついに見つけたのです、メロンパンのなる木を。俺は知っている。一週間前、ここに埋めて隠しておこう。忘れちゃダメだよ、花子ちゃん。大好きなメロンパンのことだもの、忘れないわ。花子の大好きなメロンパンがこれでいつでもザックザク。こんなこともあるけど、俺は幸せだ。でも俺はこの時知らなかったんだ。この幸せに突然終わりが来るということを。いい天気だ。マメ、散歩行くよ。おはよう。今日もいい天気だね。大好きなご主人のイクちゃんは俺のことを何でも分かってくれる。例えば俺が、行くよマメ、毎朝のイクちゃんとの散歩をどんなに楽しみにしてるかってこととか、散歩の時俺が立ち寄る大切な縄張りや死なれたポイントのことも。風が気持ちいいね。俺だってイクちゃんのことがよくわかる。例えばイクちゃんがいつもここで急に無口になっちゃうこととか。イクちゃんの好きな人は毎朝ここで靴紐を結んでいる。やっぱりダメだった。
挨拶しようって決心してから何日経つんだか。一週間は経つよ。だってさ、隣のクラスの人だし、私は知ってるけど、向こうは私のことなんて絶対知らないし、いきなり声かけてずうずうしいやつって思われて、次の日から避けられたりしたら。考えすぎだと思うよ。だったら今のまんま、片思いのままがいいなって。毎朝会えるってだけですごく幸せだし、いくちゃんが幸せなら俺も幸せってなぜか素直に思えない俺、これってやきもち？って何回こういうの繰り返してたか。だから7回は繰り返してるって。行ってきます。マメ、おとなしくしてるんだよ。さて、いくちゃんが帰ってくるまでは俺のプライベートタイムだ。クイーリオの占いの本なんて読んじゃって。ナオも読む？私は信じないもん。お一つどうぞ。何たけし、また大きいシリーズ持ってきたの？今凝ってまして。あ、イク初めて会っけ。どうも、隣のクラスのモンです。隣。ささ、お一つ。あ、どうも。ナオとは中学一緒とかですか？全然、知り合ったばっか。ナオちゃん、俺の彼女でしょ？やっぱそうなの？俺は、そうだと思ってたけど。だって。じゃあ、私、ちょっと行くところがあるの。あらら、うちらに気使っちゃったみたい。え？純朴なのよ、あたしと同じでね。ほう。あ、ねえ、後ろのドアのとこにいる人、たけしのこと待ってるんじゃないの？入ってくればいいのに。ああ、無理無理、テレ屋さんなんだ、秋吉くん。俺と同じでね。ほう。片思いでも幸せだなんて欲がなさすぎると思うよ。いくちゃんは会って話してもっと知りたいって思うのが、それが恋ってもんだろ。花子ちゃん。あ、豆太郎さん。今日はつくしんぼ探しツアーだよ、花子ちゃん。ええ、豆太郎さん、行こう。あい。こういう点では俺の方がイクちゃんより一歩リードしてると思うよ。花子ちゃん、競争しようよ。競争？でっかいつくしを見つけた方が勝ちね。花子、負けないわよ。よし、俺の勝負強さを見せてやるぜ。豆太郎さん、花子、見つけたわ。え、もう？見つけたわ、つくし。花子ちゃん、それたわし。今度こそ見つけた。それはこけし。これは大きいわ。それはかかしって、なんでこんなところに。ほら、花子ちゃん、あったよ、つくし。花子ちゃん、どうしたんだろう。花子ちゃん、なんか元気ない。そうだ、花子ちゃん、昨日のメロンパンの木に行こうよ。はい。なんだか
ドキドキしちゃった。ん？あんな風に始まる恋愛もあるんだなって、いいなって思った。始まりなんて大概あんなもんでしょ。そうなの？まあ人それぞれだと思うけど、でもさ、いちいち考えすぎたり段取り踏んでたりしてたら何にも始まらないでしょ。大丈夫？あ、ごめんなさい。大丈夫、イク。うん、ラッキー、女子トイレ。たけし。ほら、花子ちゃん、こんなにあるよ、メロンパン。花子ちゃん？豆太郎さん、このメロンパン、全部豆太郎さんにあげる。え？それから、この木。花子の、このメロンパンの木も、豆太郎さんにあげる。どうして？どうしてでも。でも、うん、お別れなの。え、花子ね、違うお家に行かなきゃいけないの。そのお家はとても遠くにあるんですって。だから今日でお別れなの。嘘だろ。豆太郎さんと会えなくなるなんて花子嫌だけど、でももう決まったことだから。花子、豆太郎さんが大好き。メロンパンよりももっとずっとずっと豆太郎さんが好き。モテるのね、たけしの友達。ルイは友を呼ぶって本当だよね。それ使い方間違ってる。ひどいな、ナオちゃん。こう見えても俺、声でかい。ごめん。あ、俺今好きな人がいるんだ。花子ちゃん。朝はあんなにいいお天気だったのにね。好きな人がいるんだって。
もしかしたらとか期待もできない。ちょっと笑ってくれたぐらいでバカみたいに舞い上がって、名前さえ知られてないのに、毎朝顔も上げてくれないのに。ここで曲がるから。あ、ほら、こっちだよ。花子ちゃんは遠くへ行っちゃった。けど、あいつはここにいるじゃないか。こんなに近くに、いるじゃないか。マメ。曲がるよ、マメ。曲がるってば。マメ。もうマメ、信じらんない。震えてたぜこいつ。カシ。ねえ、え、こいつ何いる？雑種。この木はなんとメロンパンのなる木なんです。豆太郎さんが大好き。メロンパンよりももっとずっとずっと豆太郎さんが好き。このメロンパン全部豆太郎さんにあげる。花子ちゃん、ああ、賞味期限前にみんな食べてやる。今も耳の奥で君の声が聞こえるよ。とうとう君の姿まで見える気が。やっぱりここだった。ん？花子ちゃん。お家に行ったけどいなかったから。どうして、どうしてここに？だってここは豆太郎さんと花子の思い出の場所だから。そうじゃなくて、花子ちゃんは遠くへ引っ越して。花子、勘違いしてたの。勘違い？違うお家って、花子のご主人がお休みの日に時々行く、のんびり骨休めしたり楽しく遊んだりするお家のことだったの。え、それって別荘のこと？そうなの、別荘なの。じゃあ花子、豆太郎さんとお別れじゃなかったの。本当に？本当よ。花子ちゃん、メロンパン返して。お別れのプレゼントって思ったんだけど、お別れじゃなかったから。どうしたの？食べちゃった。嫌い。豆太郎さんなんて大嫌い。俺、メロンパン以下。俺のご主人のイクちゃんは俺のことを何でも分かってくれる。だから俺もイクちゃんのことが分かる。ついでに
いくちゃんの好きな人のことも。どうしてこいつが毎朝ここで靴紐を結んでいたかっていうとね、それはいくちゃんが好きな人の前で無口になったのと同じってことさ。犬の勘だよ。からうちに連れてきたんだけど。ちょっとほら待ちなさい。バカやめろよ。犬が人間に迷惑かけちゃダメでしょ。何言ってんの、僕は犬じゃない、人間だよ。嘘。そしてこれがみんなを巻き込む大騒ぎに。次回のまっすぐに行こうは迷子のショコラちゃん。ああ、俺の生活が。